2011年雲州市鉄道衝突脱線事故は、中華人民共和国浙江省雲州市の陽台温泉で、2011年7月23日20時34分頃に発生した中国高速鉄道の列車衝突、脱線事故。雲州市政府の発表によると死者は40人とされる。2011年7月23日午後8時34分頃、浙江省杭州市杭州駅発福建省福州市、福州南駅行きの高速鉄道 D3115 列車が事故現場から 32km 南で落雷を受け動力を失い、事故現場となる雲州市総所近くの高架橋上のトンネル手前で停車していたところに、現場北方から走行してきた北京市北京南駅発の福州駅行きの D301 列車が追突した。D301 列車の先頭4両と D3115 列車の15両目及び16両目が脱線。D301 列車の先頭4両は高さ20数メートルの高架から落下し、そのうちの D301 列車第4号車は高架脇から垂直に宙吊りになった。追突された車両と同型の CRH1 バイト型追突した。車両と同型の CRH2E 型事故後の調査にて LKD2T1 型制御システムに大きな欠陥があり、故障が発生した後輸送指令の処理にミスがあったことが原因だったと判明した。当日、制御システムが落雷で故障し、進行信号のまま区間が閉塞された。そのため、20時21分、D3115 が緊急ブレーキで停車。また、制御システムのミスで、目視走行モードにすることができなく、立ち往生したにもかかわらず、後方では、進行信号が表示されていた。また、落雷による故障で、輸送指令と D3115 の連絡が途切れ、現場の状況を把握できなかった。20時24分、指令が D301 を出発させ、20時26分閉塞区間に入ると、目視走行するよう指示する。停車から7分40秒経過した20時29分、D3115 がようやく目視走行で動き出したが、その直後に D301 が D3115 に追突。また当時、福建省アモイ市アモイ駅発杭州駅行きの高速鉄道 D3212 列車に落雷し、電気系統が故障して、D3212 列車は、事故現場から約 5km の場所で停車中であった。温家宝首相は原因究明を図る必要性を強調している。しかし、現地ではすでに事故車両の解体と埋め立てが進んでおり、事故の重要情報は失われつつある。事故発生から2日後の25日午前8時、運行を再開させた。事故発生から数日後、中国政府は、事故の犠牲者1人の遺族に対し50万元の賠償金の支払いを決定。また、中国中央テレビでは、政府は賠償手続きに合意すれば、数万元の奨励金の追加も行うと発表し、一部、遺族はすでに手続きを済ませて賠償金を受け取ったと報じた。これに対し、遺族や中国のインターネット内では、安い、高いの双方で、激しい批判が出ている。また、事故に遭った車両は、7月27日時点で、事故現場の高架下に全て埋められ、残りの車両は、中国鉄路の車両基地に搬送された。しかし、鉄道省の事故原因の報告以降、事故原因の究明は、一切されていない。埋め立て作業開始となる生存者捜索打ち切り時に、救助隊員の一人が反対し、一人で捜索を行い、事故から20時間後に2歳の女の子が救出されたと報じられたため、埋め立ては早すぎる。他に生存者がいるはずだ。現代の墳所工事という各方面からの批判が寄せられたが、結局捜索は打ち切られ、埋め立て作業に入ってしまった。なおこの時、鉄道部は記者会見で埋め立て処理した原因は救助現場となっている。高架橋の下が泥沼で複雑な環境であり、救助をよりよく行うためであって、あなた方が信じるか信じないかは勝手だが、私は、この説明を信じている。このような大事故が、世界中に知られた以上、鉄道事故そのものを隠蔽できるわけがないと述べた。埋め立て作業が完了した後に立ち入り禁止が解除され、直後に、地元の警察や遺族、事故現場付近の住民らが、現場跡に向かった。その後、遺族らは、政府や、鉄道省に対して、刑事訴訟を起こす構えを見せている。しかし、2011年7月26日には一度、埋められた車両が再び掘り出され搬送された。これは、当局が、証拠隠滅と非難されたために言ったことであり、一部のメディアや評論家は、国内外の非難を速やかに収束させたいから、行ったのでは?と評した。2011年7月28日には、温家宝国務院総理が自ら事故現場を視察すると、共に、病院で負傷者の見舞いを行った。温家宝首相は、事故現場で記者会見を行い、断固とした事故原因の真相究明を約束した上で、安全こそが第一に優先されると安全問題に真摯に取り組むことを表明した。同月25日、遺族約40人が、温州市政府庁舎前で抗議活動を行った。2011年12月28日、国務院は、事故調査報告書を公表、関係者の処分を決めた。同月31日、広東省の有力紙、南方都市報が、このような、悲惨な事故と、鉄道部のひどい事故処理に対しては、次の3文字の言葉しか思いつかない、多角化的、と、中国当局を糾弾する記事を掲載、中国国内のインターネット上で、称賛の声が相次いでいる。翌8月1日には、中国共産党の広報部門が、新聞などのメディアが、脱線事故に関する報道をしてはならないとの命令を下したと報道された。この事故に関して、否定的な意見が広まるのを、鉄道部や政府が恐れているからではないか?と示唆されている。ありがとうございます。